science is a discipline that boldly challenges the unknown world. No one knows what is ahead, but there must be something, something. Today, I will talk about that something in this video. Perhaps it is a very important base for ETs. Now, ladies and gentlemen, it is my pleasure to introduce it to you in this video. 科学というのは、未知なる世界に向かって果敢なく挑戦していく学問を言います。その先には何があるか誰も知りませんが、何かあるはずです。何かです。今日はその何かについてこの動画の中で話します。ひょっとしたら ET にとってとても重要な基地です。それをこの動画の中で皆さんに紹介できることを大変光栄に思います。広し林、MMS City, Japan。話を少し戻します。私、林浩司が、グレイトトライアングル、巨大な三角形と呼んでいる三角形があります。南アフリカのフェルヌクパンの中心部です。この三角形の左の斜辺をですね、21.02 で線を引きます。右の斜辺をですね、329.15 で線を引きます。左の斜辺は正確にメソポタミアのしっぱりの方向を示しています。そして右の斜辺はこれから皆さんを案内します未知なる山の方向を正確に示しています。下の頂点がですねフェルヌクパンということになります。そして右のラインですね、これが先ほど言いました左の斜辺を伸ばしたラインということになります。そのラインは正確にメソポタミアのしっぱりの方向を示します。ゼカリア湿疹が宇宙空港と位置づけたしっぱりです。そしてグレートトライアングルの右の斜辺、つまりこの地球では左のラインはこの場所にやってきます。名前もまだついていないものと思われます。ここには何かがあるはずだということになります。もう一度、シッパルを皆さんにご覧いただきます。メソポタミアの、廃墟ということになっていますけども、かつては宇宙空港のあった場所です。そして、グレートトライアングルの右の斜辺は、この山にやってきます。この山には何かがあるということになります。がその何かは何かということになります。少しカメラを引いてみます。するとこのような奇妙な地形が現れてきます。この地形は何か、またどんな意味を持つのか、それについてはこれからゆっくりと動画の中で説明しますが、これは何かということですね。もちろんこれは地形ということになりますが、傾きを変えて見るとですね、何やら木のように見えるのも事実ではないでしょうか。この木のように見える地形が何を意味するのか、どんな重要な意味を持っているのか、それを説明する前に一つ外堀を埋めておきます。Each group of Fernukupan lines in South Africa is a direction signal group of lines that indicates each ruin of the world. Similar to Peru's Nazca lines, they are direction signal lines that indicate each ruin of the world. So,
Let's draw a line from the current Area 51 to that Felnook pen. The line exactly overlaps the lines in Felnook pen as you see here. In other words, a group of lines as shown here accurately indicates the direction of Area 51, USA. In this way, the Nazca lines and the Felnook-Pan line groups are connected via Area 51. That is to say that my theory is proved again that both Nazca lines and the Felnook-Pan line groups are drawn by the same ETs for the same purpose long ago. 南アフリカのフェルンクパンのライン群は世界の拠点を示す方向指示ラインです。ペルーのナスカのライン群と同じように世界の拠点を示す方向指示ラインです。で、現在のエリア51からそのフェルンクパンにラインを引いてみます。そのラインはフェルンクパンにあるライン群と正確に重なります。つまりそのライン群はエリア51の方向を正確に示しているということになります。こうしてナスカのライン群とフェヌクパンのライン群はエリア51を介してつながりました。つまりナスカのライン群もフェヌクパンのライン群も遠い遠い昔同じ目的で同じエイリアンたちによって書かれたライン群であるという事実がこうしてまた一つ証明されました。広志林浜松市ジャパン。ペルーのナスカ高原の中でも最も長く最も太いラインは現在の USA のエリア51の方向を正確に示しています。同じように南アフリカのフェルヌクパンにあるライン群の中で最も大きく長いライン群は正確に現在の USA のエリア51の方向を示しています。つまりこうしてエリア51を介してナスカ高原のラインとライン群とそして南アフリカのフェヌクパンのライン群がつながりました。共に同じ目的でかつ同じエイリアンたちによって作られたラインもしくはライン群ということになります。では先に紹介しました木のように見える地形に話を戻します。この木のように見える、現在右の方に90度回っていますけれども赤い丸をつけたそのピーク、ここに山がありますけれどもそのピークからナスカにラインを引いてみます。右下の方に引いた黄色いラインをですね、これはフェルヌクパンから引いてきたラインです。で、白いラインはですね、このピークからナスカに引いたラインです。そのラインはですね、この滑走路と正確に重なります。入り口のところに小さなマウンドがありますからそのマウンドを通ってそして左の方に線を引っ張ってみてください。この滑走路は正確に先ほどの木のように見える地形の方向を指し示しているということになります。今赤丸で示したのがそのマウンドです。ナスカ理論によればですね、このように方向を正確にですね定めるためにこのようなところどころにマウンドが作られています。そのマウンドへつないでみてください。するとこの右からのラインをですね、この滑走路と正確に重なります。繰り返します。この滑走路は正確に先ほどのですね木のように見える地形につながっているということです。そしてこの滑走路の入り口
まあ、ちょうどそのマウンドの右上あたりに注意してください。今大きな矢印でそれを囲んでみました。この図形、つまりランドマークに注意してください。ランドマークです。 by 林博施設です。ナスカの地上絵イコールランドマークです。このランドマークに注意してください。で、このランドマークですね、このランドマークと先ほど紹介しました木のように見える地形と比較してみます。この滑走路のちょうど入り口のところにこのようなランドマークが書かれています。右がフェヌクバンから引いてきたラインが示す、まあ、地形ということになります。フェヌクバンの右斜辺がはですね、この右の木のように見える地形の方向を正確に示しています。そしてこの左右を比較してみてください。つまり左のこのナスカの地上絵は右の地上絵を表しているということになります。同時にですね、ナスカ理論の正しさがこうしてまた証明されたことになりますが、同時にこの右の地形はですね、左の図形を描いたエイリアンにとっては大変重要な意味を持つ地形ということになります。言い換えるとこの地形のどこか近くにはですね、何か ET たちにとってとても重要な、まあ、意味を持つ何かが隠されているということになるのではないでしょうか。ということでナスカの木についての動画をどうかご覧になってください。ナスカ・ジオグリフス are landmarks that show what is in the direction of the line. Here is one example which has been explained as a tree in ナスカ。ナスカの地上絵はそのラインが示す方向に何があるか、それを示すランドマークです。その一例を皆さんに紹介します。広島市浜松市ジャパン。この木の説明はメソポタミアの宇宙空港と言われているシッパルから始まります。Zechariah Sitchin writes in his book that as gold production falters, Anu arrives on Earth with Enlilu, the heir apparent. It is decided to obtain the vital gold by mining it in southern Africa. Drawing lots, Enlilu wins command of Earth's mission.And Enki is relegated to Africa. On departing Earth, Anu is challenged by Alalu's grandson. Zechariah Sitchin は地球年代記の中で次のように書いています。金の生産が落ちてきたとき、アヌがエンリルと共に地球に到着した。彼らは
南アフリカで鉱脈を掘り、金を積極的に入手することを決定した。エンリルは地球隊の司令官となった。エンキはアフリカへと追いやられた。地球を去るとき、アラの孫によってアヌは攻撃された。広志林、浜祭りジャパン。そのゼカリア・シッチンがスペースポート、つまり宇宙空港と位置づけたメソポタミアのシッパルから南アフリカのフェルヌクパーに向けてラインを引いてみます。今赤丸をつけたのがシッパルです。私林博氏はフェルヌクパーがいわゆるゴールドマイニングの拠点であったと判断しています。その第一の理由が、シッパルからフェルヌクパーにラインを引くと、そのラインはフェルヌクパーのグレートトライアングルと正確に重なります。右上がシッパルです。そして左下がフェルヌクパンです。フェルヌクパンの緯度は正確に南緯 30.0000 です。中央上に矢印で示したのがシッパルから引いてきたラインです。そのラインは私がグレートトライアングルと呼んでいるラインの左斜辺と正確に重なります。つまりこのグレートトライアングルの向かって左側の斜辺は正確にメソポタミアのシッパルの方向を示しているということになります。今日の動画はここから始まりますが、偶然ではありえないという事実を積み重ねながら、偶然ではないということを証明していくのが林博氏のライン理論です。ここで一つ外堀を埋めておきます。フェルヌク版のグレートトライアングルと私は呼んでいますけれども、その左側の斜辺は正確にメソポタミアのシッパルの方向を示しています。では右側のラインはどこを示しているかということなんですね。でこのラインを北の方に伸ばしてみます。まっすぐ、伸ばしてみるわけですね。そうしますとですね、マリ共和国の私がブロークンアローと呼んでいる奇妙な山へやってきます。なぜブロークンアローかというとですね、壊れた矢のようであるから私はそのように名付けました。でこれがですね、偶然の産物ではない、いわゆる自然にできたものではないということはですね、ナスカのグランドクロスの横軸と、そしてエジプトエトフの神殿ホルス神殿をつなぐと、このやや下を通りますけれども、真平行にこのそのラインがですね、このブロークンアローの下を通るということなんですね。つまり逆に言いますと、このブロークンアローという、山はですね、正確にナスカのあのグランドクロスの横軸を示しているということになります。縦軸はポプカテペテル山ですね。そしてその先で現在の USA のエリア51とつながっています。51というのは火星を意味します。ですからこのナスカ高原の近く、周辺パラカスではですね、縦長長頭人間すなわち火星人イギギの、頭蓋骨が300個以上見つかっています。今ナスカ高原のグランドクロスをご覧いただいています。横軸はですね、正確に、そのブロークンアロー、そしてその先でエジプトのホルス神殿へとつながっています。そして縦軸はメキシコのポポカテペトル山を通ってエリア51を正確に示しています。こういう位置関係にありますが、ここで謎が終わるわけではありません。フェヌクパンからブロークンアローへのラインをさらに延長してみます。フェルヌクパンからブロークンアロー、そして延長するとアフリカのこの山にやってきます。名前が分かりませんので、
アンノーンピークとしておきます。で、中央から中心からですね、右下に引っ張っている黄色いラインがフェルヌクパンから引いてきたラインです。逆にこの山の頂点からフェルヌクパンのグレートトライアングルに線を引くと、その線はですね、あのグレートトライアングルの右側の斜辺と正確に重なります。そういう位置関係にあるということですね。南アフリカのフェルヌクパンの中に描かれているグレートトライアングルです。このグレートトライアングルの左側の斜辺は正確にメソポタミアのシッパルの方向を示しています。シッパルというのはゼカリア・シッチンが言うところの宇宙空港です。そして右側の斜辺、今ブルーのラインでそれを示していますけども、そのラインは正確に先ほどのアンノンピークの方向を示しています。緯度経度はここに示しておきます。では皆さんを北アフリカ、正確には北西アフリカのアンノンピークへ案内します。で、そのアンノンピークは今中心点にありますが、ここに奇妙な地形をした大地が広がっているのがわかります。この辺りですね。で、この地形に注意してください。で、こういう時はですね、その辺りで最も高い山にその点を取るわけですけども、この辺りではそのアンノンピークがその点ということになります。今赤い丸で示してみました。その頂点からですね、ナスカに一本線を引いておきます。この線が後で大変重要な意味を持ちます。そしてフェルヌクパンから引いてきたライン、それがですね、中心から右下の方に走っている黄色いラインです。まあ、こういう位置関係にあるということです。で、なぜここの点がですね奇妙かというと、まあ、これがですね自然の造形物というのにはですね少し無理があるのではないかということです。直線的な山ですね、そして奇妙な大地、そしてその斜面にはですねこのような、まあ、意味不明なですね、まあ、地形が見られるということです。Google Earth で戻ってみるとですね、2010年以前には、まあ、この写真はまだ発表されていませんので、少なくとも2010年にはこのような、まあ、地形があったということになるわけです。そしてこうした、まあ、自然らしからぬ、まあ、自然にできた地形らしからぬ地形がですねこの辺りには散在しているということです。ここがそのつまりはアンノンピークの周辺ということになります。結論ということになります。アンノーンマウンティンからナスカにラインを引っ張ってみます。滑走路が見つかります。で、この滑走路の場合はですね入り口のところに小さなマウンドがあります。黒い点がその小さなマウンドということになります。ナスカのプラットフォームには位置方向を正確に示すためにところどころにこのようなマウンドがあるということにも注意してください。中央下にそのマウンドを示しました。そのマウンドからまっすぐと左の方向にラインを引っ張ってみます。つまりアンノンマウンティンからの
ラインはですね、この滑走路と正確に重なるということになります。その滑走路の入り口に注意してください。この滑走路の入り口に注意してください。それをこれから皆さんにご覧いただきますが、今この黄色いラインが、つまりアンノーンマウンテンから引いてきたラインです。そのラインといいますか、滑走路の入り口のところにこのランドマークがあります。注意深くご覧ください。このランドマークです。一般にはナスカでは木、トゥリーと説明されていますが、これはトゥリー、木ではありません。よく見てください。一見すると木に見えるところから木ということになっていますが、90度左に回転するとそれはそのままアンノーンマウンテン周辺の地形と一致します。左がナスカの地上絵です。右が、まあ、北アフリカのアンノーンマウンテン周辺の地形ということになります。左右を見比べてみてください。つまりこのような形でアンノーンマウンテンのラインがですね、ナスカにあり、ナスカの滑走路はアンノーンマウンテンの方向を正確に示しているということになります。つまりナスカのこの地上絵は木、トゥリーではなくて、北アフリカにある地形そのものの方向を示すランドマークということになります。つまり冒頭で言いました左のこのランドマークは何か、つまりは北アフリカの地形を示すランドマークということになります。